はい、皆さんこんにちは、鈴木よしひろです。今回の動画なんですけども、サムネにある通り、こちらのナイキのですね、ズーム JA フライ4をですね、スパイクレビューしていきたいと思います。珍しくね、スパイクレビューの動画にもなるんですけども、まあ、こちらですね、定価が 13,200 円という形で、組織オンラインでしたり、スポーツショップでね、売られている安価なね、マックスフライ等よりも安価なスパイクです。このモデルもですね、履いたことがあります。フライエリート1とかですね、フライエリート2、そしてマックスフライと比べてですね、どんな特徴があるのかっていうのですね、まあ、僕なりの目線に少しレビューの方をしていきたいと思います。はい、大きくですね、JA フライがですね、変わった特徴っていうのが、3からですね、4に変わったモデルクレンジをね、したんですけども、まあ、一番大きな変わったのがアッパーの部分ですね、アッパーのシューレースと言われるこの紐の部分ですね。靴紐の部分がかなり変わっています。フライエリート2でしたりマックスフライと同じような紐になってますので、まあ、ほどけにくい、しっかりと締まるという特徴があるかと思います。で、プレートに関してはですね、これはおそらくほぼ変わっていません。まあ、大きなね、仕様変更はないですけど、微妙なですね、マイナーチェンジはあるとは思うんですけども、プレートのピン配列等は変わりがないんですけども、硬さがですね、前回の JA フライ、僕がね、履いていたものよりや、フライエリート1よりも少し硬く感じます。はい。ですね、フライエリート2とかフライエリート1、そして JA フライ、それよりもかなりソールの方は硬く感じます。はい。じゃあ実際に履いて感覚を確かめていきたい。はい。今ですね、足に通してみたんですけども、かなりタイトめに作られてるかなっていう感じがします。まあですね、僕 26.0 で、スパイクもシューズも 26.0 なんですけども、まあ、余りが、これですね。先端の方の余りは、まあ、許容範囲内なんですけども、ここの横幅っていうのがかなりタイトです。ナイキのね、スパイクって基本的にタイトに作られてるので、横幅が広い人っていうのは、ワンサイズ上げないとちょっときついかなっていう感じがします。はい、今ね、何本かね、流ししてみたんですけど、まず第一印象はですね、まあ、やっぱりタイトなので、ちょっと横幅がね、きついかなっていうところと、まあ、走ってみた感想、本当ですね、前のね、JA フライとか、フライエリート2のようなイメージをちょっと持っていたんですけども、完璧にフライエリート1と同じような硬さ、同じような反発を得られるような感じがしました。JA フライもね、履いたことありますし、フライエリート2も履いたことあるんですけども、まあ、それぞれね、柔らかい。ね、フライエリート2に至ってはしっかりと足の裏が使えて転がせる、ね、それが柔らかい印象だったんですけど、今のね履いているこの JA フライ4に関してはフライエリート1にね近くだいぶ硬いです。硬いのでしっかりと反発が得られるっていうのもあります。ですので感覚としては先ほどから言ってる通りフライエリート1に近いような感じがします、まあ、プレートがね硬いですので、まあ、昔で言うとですね、まあ、厚底スパイクね、マックスフライとかアディダスの SP2 が出る前にね主流だった、まあ、硬くてですね反発が強いプレートにかなり近くなってるんじゃないかなっていう風な感じはします。それでいてですね、まあ、価格としても13,000円と他のねスパイクに比べたら安価で手に入りますので、まあね、マックスフライとか厚底スパイクに手に入らないよって言った時に反発が欲しいっていうのでしたら、こちらのね、JA フライを履いた方がいいのかなっていう感じはします。もしですね、まあナイキのね、その、やっぱ厚底スパイクっていうのは負担がかなり大きいです。ね、ストライドも大きくなりますし、ピッチも速くなります。で、怪我のね、リスクもありますので、でもどうしてもナイキ履きたいと。でも手に入らない。でしたら、JA フライ4でしたらね、反発もね、十分にあるので、まずね、入門編としてどうしてもナイキを履きたいっていうんでしたら、まずですね、まあ、このフライエリート2もしくは JA フライをね、履いてもらえると、まあいいかなっていう感じはします。はい。で、ちょっとね、カーブも走っていきたいと思います。今ね、カーブ走ってきたんですけども、まあ、やはりですね、まあ、タイトに作られてる分、横ブレとかですね、そういうのはマックスフライとかね、厚底に比べて、中でずれるっていう感覚がないので、かなり走りやすいかなっていうふうに思います。
はい。で、フライエリート2の場合はね、ハイニットのね、進化版でアトムニットっていう、まあフライニットっていうね、名称で今使っていくんですけど、フライニットで伸びる素材ですので、まあ、中でね、若干動くとかね、上のアッパーでずれるっていう感覚があったんですけども、まあ、やはりさっきから言ってる通り、フライエリート1に近い形ですので、まあタイトな分しっかりガッチリホールドされているので、カーブがうまくスムーズに走れるっていう感覚がありました。まああくまでもね、個人の感想ですので、まあスパイクのね、まあやっぱり高高とか、ね、横幅が広いってなると、サイズね、決め方も少し難しくなってしまうと思うので、まあぜひね、現地で履いてもらうっていうのが一番いいので、サイズ感というのは。まあ、僕自身はね、今26で0なんですけども、やはりちょっとカーブ走っていて、ずれはしないんですけども、横幅がね、きついので、ちょっと横、ね、小指側が当たってるので、ちょっと痛い。必要以上な負荷がかかると、痛いっていう感じはしています。今度はね、SD、スタートダッシュ、ブロックを使って、感覚っていうのを、どんな感じなのかっていうのをやっていきたいと思います。はい。ってな形でですね、今 SD やってみました。あ、でも、出やすいですね。やってみた感じが、マックスフライよりも、やっぱり自分自身でね、いい意味でね、反発がありすぎないっていう形ですので、まあ、マックスフライ以前のフライエリート2だったり、フライエリート1と同じような感じで、スタートが出ることができました。はい。ですので、素直で扱いやすいと思います。ね、マックスフライでうまく走れないよとか、厚底うまく合わないなっていう人は、まあね、フライエリート2もかなり柔らかくていいんですけど、でも、フライエリート1みたいな形でもっと反発が欲しいっていうのであれば、まあですね、中長距離のスパイクを履くよりも、まあ安価にですね、この JF フライを履いた方が、僕はいいのかなっていう感じがします。はい。てな形ですね、まあ今回はこのナイキの JF フライ4についてですね、スパイクレビューっていうのをやっていきました。まあ総評としてですね、本当にそのフライエリート2、フライエリート1、そして、全モデルのですね、JF フライを履いたことがある目線からですね、話をさせていただくと、一番フライエリート1に近くなりました。はい。で、やはりですね、反発は強い。ね、昔の JF フライとかフライエリート2に比べて、やはりソールがですね、硬いです。反発もかなり強いので、昔のですね、フライエリート1とか硬いのね、好んで履いてた人には、懐かしい感じのですね、プレート反発かなっていう感じがします。一番ですね、問題になるかなっていうところは、やっぱり横幅がですね、ナイキですのでタイトに作られているので、まあ、足がですね、横幅とか高高ってなってしまうと、ね、履いた時に足が痛いなって思いながら履かないといけませんので、買う時にはですね、自分自身でお店に行ってですね、スパイクを履いていただいて、そこからですね、ちゃんと自分に足に合った痛くないっていうスパイクを探していただいた方がいいのかなっていう感じがします。まあ率直にですね、ちょっとびっくりしたっていうのが本音です。定価で 13,200円っていう形で、まあ JA フライなんですけども、フライエリート1とね、フライエリート2はこれよりもね、高いので、まあ、それよりもね、安くて同じような性能っていうのを考えると、まあこちらで、ね、JA フライでもいいのかなっていう感じがします。はい。まああくまでもね、僕個人の目線で今回はね、レビューをさせていただきましたので、まあ、変にね、トップ選手が、ね、中長距離用のスパイクを履いてるからって真似するよりもですね、短距離選手のね、短距離スパイク、中長距離の選手のね、中長距離スパイクってね、履く方がもちろん反発をうまく活かすとか、足に合うっていうのもありますので、まあ無理にですね、そういった厚底手に入らないから中長距離を履くのではなく、こういう風な形で、ね、安い値段で短距離スパイクって出てますので、ぜひですね、まあ試してみてもいいのかなっていう感じはします。ってな形ですね、まあ今回はこのナイキの JA フライ4を、スパイクレビューという形でやっていきました。今回の動画はね、これぐらいで終わりたいと思います。ありがとうございました。